ついに決着の時が訪れます。全日本選手権史上初、親子2代での大会制覇となりました。向かった先は亡き父がそうしたように、そしてこの優勝がもう一つのスタートライン。世界選手権大会の 100kg 超級代表を発表させていただきます。 100kg 超級斉藤立。立が生まれた時から僕はちょっと一緒にいたこともあるので、非常にこう厳しいことを言えないのかななんて、立がまだ小学校中学校の時は思ってたんですけど、斉藤先生が亡くなられてからこの立の成長というのはすごく著しいものがあるなと。世界代表というものが、斉藤立という選手にとって本当に自覚を持って責任を持って